はい、こんにちは。今日から始める Windows 10です。今回は初心者向きに b t s 動画レコーダー7と b ー z d v d ビデオ4についての使い方を解説していきます。で、今回はですね、初心者向きにわかりやすく説明するために実際にこの b ー z 動画レコーダー7で私のパソコンの画面を録画してさらにその録画したものをこちらの b i d v d ビデオ4で DVD に書き込んでいく方法を解説していきます。では早速ですけど、こちらのビーツ動画レコーダーなら画面を録画するソフトになります。こちらを起動します。はい、この画面が表示されたらですね、一番左にあるこの録画するこちらの赤いボタンをクリックします。そうすると、このようにですね、任意で選択するのか特定のウィンドウか全画面かって表示されるので、今回は全画面。 画面全体ををすす。すってことですことと。でちらククリックするとそうするとすぐにですね、録画開始のボタンが表示されるんで、この赤いボタンをクリックすると、今、このデスクトップの画面を録画することができます。こちらの赤いボタンをクリックします。はい、そうすると右下にこのようにですね、今、録画してますっていう表示がされてます。この状態でもうすでに録画が始まっています。 で私のデスクトップ画面をですね、そのまま映しても、これ変化がないので分かりにくいので、えー、少しですね、変化があるもの。こちらのページはですね、YouTube のページなんですけど、私が実際に、えー、旅をしたときの動画をですね、このようにアップロードしてます。その中の一部分になりますで。詳しい内容はですね、ブログのページがあるんで、こちらをクリックしてもらえれば、えー、詳しく解説してます。 で今この画面録画されてます。で再生してですねこの画面録画されてるんですけどこれをですね全画面にしてみたいと思いますまあこんな感じで有名な角島大橋を山の上から眺めています、まあ、こちらの画面閉じておきます。 今、YouTube の画面を録画することはできているかと思います。で、その次にですね、よく質問を受けるんですけど、ゲームの画面は録画できるのか、こちらについても検証しておきます。フルスクリーンモードでゲーム画面は録画できるのか、実際に検証します。え今回ですね、こちらのえ原神っていうゲームなんですけどえ、こちらを今、フル画面モードで開いています。 でこの画面、今、動かしています。飛んでみます。こちらですね、フル画面モードになってます。で、着地します。閉じておきます。今ですね、ゲームの画面と YouTube の画面、録画できていると思うんで、こちら右側にある、今、録画している画面ですね、こちらを止めておきます。 右の四角いボタンをクリックすると、b ズ動画レコーダー7がですね、ファイルを出力してますって出ます。そうすると、このように動画が完了したって表示されます。これ、はいをクリックすると。そうすると、今、録画したものがここに出来上がっています。このですね、今、b ズ動画レコーダー7で録画した画面ですね、こちらを実際に使って DVD に書き込んでいく方法を解説していきます。 1一回こちらの画面、閉じておきます。で、このビーズ動画レコーダー7ですね。今保存して出来上がったファイルはどこにあるのかっていうと、えまずはですね、Explorer を開いて、ドキュメントフォルダを開きます。その中に、その中にビーズ動画レコーダー7っていうフォルダがあります。このフォルダの中を開くと。そうすると、たくさんフォルダが表示されるんですけど、その中に録画っていうフォルダがあります。ここをクリックします。 たたたった今ですね、録画したファイルがこここに出来上がっています。この場所を覚えておけば良いかと思います。で、この Beez 動画レコーダー7を使ってですね、簡易的にですね、カット編集することができます。はい、こちらの Beez 動画レコーダー7の右の一番上にですね、動画編集ってあります。こちらをクリックすると。今回であれば、こちらのファイルを選択して、開くをクリックと。 でこういった画面が表示されてカット編集することができます。ずっとこの部分を進めていってですね、こちらのここからカットというところから、ここから始まってここまでカットしますよっていう設定をしてカットすることができます。ですが今回はカットではなくて、こちらのですね、この動画の中からですね、静止画を作って DVD の背景画面に使用したいいと思いますそういった場合今録画した内容の中からですね気に入った部分をですね選択気に入った位置を決めてですねこのぐらいの位置ここにしますこの部分を静止画にすると要は写真にするってことですはい写真を作る場合ですね JPEG の写真を作りたい場合ですね左下にあるこちらの静止画を撮る このボタンをククリックします。そうすると静止画を保存しましたで表示されます。で確認のためですねはいをクリックするとこのように拡張子が JPEG になってます。写真先ほど録画した動画の中からこのように写真を作ることができます。これをですねあと DVD の背景に使いたいと思います。でこちらビーズ動画レコーダーならばですねもう必要ないんで閉じておきます。 こちらもですね、閉じておくと。でですね、よく初心者さんがわからなくなるっていうのが場所ですね。場所についてなんですけど、もう一度確認しておきます。マイドキュメントの中のビッツ動画レコーダーっていうフォルダの中にたくさんフォルダがあると。その中に、録画っていうのは動画になります。この中には今、今録画した MP4 が出来上がっていると。そして今作った静止画ですね、JPEG の写真はどこにあるかっていうと、 ここに静止があってあります。こちらのホルダーをクリックすると。今作成した写真がここにあります。この2つを使っていきます。はい。では次に b e t s d v d ビデオを使って解説していきます。このソフトを使う前にポイントとして、先に DVD メディアをドライブ機器に挿入しておくと。こちらエクスプローラーの画面。ここにドライブ機器があります。 で、こちらを見てもらうと今ですね、新品の DVD メディアをドライブ機器に挿入した状態です。こちらに空き領域4.38って書いてあります。このように正常に認識されているのを確認して作業を進めるのが良いかと思います。ではこちらのソフトを起動していきます。起動すると最初にこの画面表示されるんですけど、一番上ですね、16対9か4対3ってあります。 こちらは適切な方を選択すると。で今回ですねその下のこだわり DVD こちらをクリックしていくとなら最初にデフォルト画面が表示されるんですけどまずは動画を取り込んでいくとこちらのプラスの追加ってありますこちらをクリックしてビデオってありますこれをクリックするとなら場所指定が出るので先ほどの保存した場所を開くと 動画画、レコーダーダの録画ここに MP4 があると。こちらを選択して開くをクリックすると。ならこのように取り込んでくれると。で、正常に取り込むことができたのであれば次にですね、こちらタイトルを変更しておくと。タイトルのところをクリックすると、このような選択画面になるんで自分で文字を入力すると。 で、動画を取り込んでタイトルを今入力できたと。で、その次ですね、背景の部分ですね。背景の部分については、こちら、今、右のところを見るとデザインってなってます。この中にテンプレートが今、たくさんあるので、この中から選択すると。まあ、こういったものとか、こういったものとか、まあ、いろいろあるんで、自分で選択すると。ただ、こちらのテンプレートについては、この中から選ぶことになるんですけど、この中に気に入ったものがないと。 自分で用意したものを設定したいと。これについては先ほどビーズ動画レコーダー7で静止画を作ったかと思います。今回はそちらを使っていきます。で、どうするかっていうと、エクスプローラー開いて先ほどの場所を開くと。こちらのドキュメントの中の動画レコーダー7。その中の静止画。ここに JPEG があります。 ここに先ほど作った JPEG があります。これを使っていくと。そのまま選択してドラッグします。はい。そうするとですね、このように設定できると。自分で用意した写真とかイラストをこのように設定できます。ドラッグするだけでできると。で、ここまでできたらですね、次にですね、このタイトル設定したんですけど、文字の色を変更したいと。そういった場合、右側の文字のところをクリックすると。 ならここに、フォントの種類とかサイズとか色が設定できるようになってます。こちらで変更すると。色がわかりやすくピンクにしてます。タイトルの大きさとか色とか、フォントの種類を設定できます。で、その下にあるこちらの数字ですね。こちらの名前ですね。こちらも変更できます。その下のアイテムテキスト、こちらで変更できると。こちらも青にしておきます。 で、大きさも少し大きくしておくと。で、その下ですね。その下のパターンっていうのは文字の位置にあります。ここをクリックすると位置が変わるかと思います。まあ、今回は一番上のものにしておきます。で、次にですね、ここまでできたら BGM を設定してあげると。この BGM をクリックすると。で、左上にチェックを入れて、 この右の右ボタンををククリックして、場所を指定すると、音楽ファイルの場所を指定すると今回であればこちらの音楽ファイルにします選択して開くとで OK をクリックするとなら b g m が設定できたことになりますでその下のオープニングムービーこちらクリックするとこういった画面が出てきてチェックを入れてここのボタンをクリックすると動画を選択することができます その選択した動画をですね10秒ぐらい最初にオープニングとして流すっていうのがオープニングムービーになります。まあ、今回は必要ないんで外しておきます。で、ここまでできたら完成なんですけどもう一つ補足として別の動画を追加したい場合ですねこの MP4 をそのままドラッグします。 はい、そうすると、2つ目の動画として設定することができます。で、この動画やっぱりいらなかったっていう場合ですね、削除をクリックすると。選択して削除をクリックすると。なら削除しますかって出るんで、OK をクリックすると。はい、このように設定できます。さらに、応用として説明すると、このプラスの追加で、ここに空のメニューってあります。この空のメニューをクリックすると、 新たにページを設定できます。この左側の方を見てもらうとですね階層が1つ追加されています。このような画面が表示されると。この画面にこのようにドラッグして階層を追加して動画を追加することもできます。今回必要ないんで削除しておきます。選択して削除をクリックと。で元に戻ります。 ここまでできたら完成です。あとは DVD に書き込んでいくだけです。ただ書き込む前に一つのポイントなんですけど、この左下を確認する。今6%になってるんで94、94%ほど余裕があるってことになります。で、今4.7になってるんですけど、4.7で収まりきらない場合ですね。こちらをクリックして8.5にすれば、その分容量が増えるんで収まる場合があります。まあこのあたりよく確認すれば良いかと思います。 ここまでできたらですね、右下の次へをクリックすると。そうすると、確認する画面が表示されます。ここはですね、自分で確認すると。で、今、ボリューム絞っております。この画面ですね、確認できたとします。で、右下の次へをクリックすると。そうすると、書き込みの画面が表示されると。では、こちら、書き込み開始をクリックします。で、この画面表示されたら、はいをクリックします。 そうすると、この画面が表示されるんで、プロジェクトの名前を付けてあげると。まあ、今回、テスト01にします。で、保存をクリックすると。はい、そうするとですね、このように書き込みが開始されると。このあたりから多少時間かかるので、待つ必要があります。 はい、この辺りですね非常に時間かかるので動画編集カットして終わりに近づけて説明していきますはいこちらの画面見てもらうと作成に成功したっていうふうに表示されてますそのまま OK をクリックするとで出来上がったのでこちらのソフトはもう必要ないんで閉じておきますではですねエクスプローラーを開いてこちら今 DVD 排出されたのでもう一回読み込んでいきます 排出されたディスクを挿入します、はい、ディスクを挿入するとですね、PowerDVD が起動したと。では、この状態で再生していきます。はい、そうするとですね、最初の最初のトップページが表示されると。で、これはですね、ただの背景写真なので、 こちらのアイテムの方をクリックすると、ならこのようにですね、DVD ビデオとして再生されていきます。で少し進めます。先ほどこの画面を録画したかと思います。はい、今確認できたように DVD ビデオとして正常に完了したと。はい、今回の解説は以上になります。 またチャンネル登録よろしくお願いいたします。